ルーチン、ルーティン、ルーティーンとは、習慣的、定型的な手続きや仕事のこと。日課、定常処理。コンピュータプログラムにおいては、特定の処理を行う一連のコマンドの集合体を指す。プログラムの中で繰り返し必要となる処理をルーチンとして分離することが多い。プログラム全体の進行を管理するものをメインルーチン。 メインルーチン実行中に別途用意したものを呼び出す。場合は、サブルーチンと呼ぶ。呼び出し元に処理結果を返却するものをファンクション。返さないものは、プロシージャとも呼ぶ。ダンスにおいては、決まった一連の動作を踊ること。即興とイになる概念。アーティスティックスイミングのルーティン競技とは、音楽に合わせて演技し、技術、同調性、演技構成などを競うこと。選曲。 振り付け、構成が自由なフリールート、スケートボード、スノーボードなどでは技を連続して決める演技構成のこと。スポーツにおいてルーティンとはプレーの前に選手が一定のパターンの動作を取ること。メンタルコントロールの一つの方法。大事な試合では緊張、興奮、不安などの影響でベストパフォーマンスを発揮できないことがあるが練習段階から定型を決めておき、 本番でもそれを履行することで、精神状態を落ち着け、安定したプレーにつなげる意図がある。日常生活の中で続けること希少、就寝時間、練習方法、食事、休憩、疲労回復のタイミングなど、生活のリズムを習慣化する。試合当日に行うこと、決まった食事メニューを選ぶ、移動バスやロッカールームで同じ席に座る。 携帯音楽端末で同じ曲を聴く、同じ順序で準備運動を行うなど、プレイ直前に行うこと、ユニフォームや道具を触る、特定のジェスチャーやポーズをとる、自分自身に語りかける予備動作の流れを決めるなど、スポーツ科学的な根拠に基づくものから、個人的な原担次まで、決まり事の種類や数は様々である。プロ1年目に、 左足からピッチに入った試合でにゴールを決めたというような成功経験をルーティン化する選手もいる。逆に、遠藤保つ人士や銅や市立のようにパターンが崩れた時パフォーマンスに影響するリスクがあるという理由からルーティンを決め込まないという選手もいる。近年はスポーツ界を手本にしてビジネス分野でもルーティンを取り入れようとする動きがある。ルーティンワークという言葉には 惰性、マンネリといったネガティブな響きもあるが、この場合は、良い生活習慣を身につけることで仕事への集中力を上げるという意識がある。一郎左バッターボックスでバットを構える際、ピッチャー方向へ右腕を伸ばしバットを立て、左手でユニフォームの右肩を引くという一連の動作が有名。試合までの準備から、食事、トレーニング、用具の手入れなど、 入念にルーティンを続けていたことでも知られる。ラファエル・ナダルサーブを打つ前の動作など細やかなルーティンを持っているが、休憩中ベンチに座る際、ペットボトルを2本揃え、ラベルをコート側に向けておくという独特な作法がある。2015年前後オープンでは、試合中にボトルが倒れたことに気づいたボールボーイがきちんと並べ直し、ナダル本人が苦笑するというシーンがあった。 ジョニー・ウィルキンソンゴールキックを蹴る前、ゴールポストを見ながら腰をかがめ、両手を胸の前で合わせて拝むようなポーズを取る。ラグビー、日本代表のゴローマル歩もこれに似たルーティンを行い、2015年ワールドカップの活躍でゴローマルポーズとして流行語になった。クリスティアーノ・ロナウドフリーキックやペナルティーキックでゴールを狙う際、ボールをセットしてから数歩後ずさりし、 胸を張りながら、両足を広げて仁王立ちする。故郷のマデーラ諸島をんしるには、このポーズを模した銅像が建てられた。バレンティーノロッシュピットガレージから出発する前、バイクの右側にしゃがみ込んで、フットペダルを握りながら、精神集中するという儀式がある。羽生譲る演技のスタートポジションに向かう際、しゃがんでリンクの壁を叩く、プーさんのぬいぐるみを触る、体の前で右手を、 下横横と漢字の、詩を書くように動かす、拝むように両手を合わせるといったルーティンを行う。内村公平長馬で助走を始める前に、両腕を前に伸ばして、上下に動かす。こと将棋くじ切りで詩をうまくい、両腕を広げながら大きく上半身をのけぞる。フィギュアスケートの荒川静香が得意とした稲葉ウアーに、ちなんで、ことバウアーと呼ばれる。スランプに陥っていた頃、 東海大学体育学部の小妻博一教授の元で受けたメンタルトレーニングがヒントになっている。大関陥落後は封印していたが、令和2年11月場所6日目、現役最後の取り組み前に応援してくれた方への感謝の気持ちとして披露した。松本薫試合会場の畳に上がる際、獲物を狩るような行走で睨みつけたり、口を大きく開けたりする。 2012年ロンドン五輪の金メダル獲得で野獣、アサシンなどと形容された。このモードに入るのは試合の1ヶ月前からで女性らしさのスイッチを切るため、恋人でも30センチメートル以内には近づけないようにしていた。前田健太投球のウォーミングアップの際、両足を広げてやや前屈姿勢になり、両腕をクロールのようにぐるぐる回転させる。 PL 学園時代にトレーナーから教わって以来続けており、前肩体操と呼ばれる。肘に負担がかからないよう、肩甲骨や脊柱を動かし、全身を使って投げるイメージがある。自身の YouTube チャンネルでやり方をレクチャーしている。ありがとうございます。